ハルビバリー初公演、どうも皆さんご機嫌いかがでしょうか。吉本新喜劇の森田信之です。本日もこちら道頓堀は1丁目にございます、マスターエビの4階6カフェうさぎさんよりお送りいたします。題して森田信之ショー。どうもありがとうございます。この番組はですね、吉本新喜劇日夜頑張っております、私森田信之ショー、毎回新喜劇内外問わずいろんなところからですね、パートナーの方をお迎えしてグローバルの情報から半径20センチでの小さな話題までを皆様にお届けするバラエティーとな1時間となってございます。ございまして、ちょっと1個前倒しになりますので、前倒しでちょっと前の、ことを言わないといけないのでですね、先日の京都新喜劇は大変大盛況でございまして、たくさんの方来ていただき本当にありがとうございました。いろんな反省点とございましたが、この度ですね、お子様のためにですねご用意していた、こういう下敷きがあったんですが、保存状態が大変悪いものがですね配られなかったものが何点か残ってますので、もし欲しいという方はですね、こちらの方まで、120円切って同封の上、封書でお寄せください。先着6名様分ぐらいがございますのでね、もし欲しいという方はぜひ、ご応募くださいます。よろしくお願いいたします。いっぱい言いたいことあるんですけども、本日のゲストの方をですね、早速ご紹介したいなと思うんでございますが、なんと今回この森田信之は350回記念でございます。ありがとうございます、たくさんのお祝いをいただいてまして、本当にありがたいでございますけども、その350回に、ふさわしいゲストの方に来ていただいてますので、早速ご紹介したいと思います。山田花子さんでございます。どうぞ。ありがとうございます。うるさいなという一言ありがとうございます。本当にすいません、こんなところにお呼びいたりして申し訳ございません。なんと350回もやってまして、はい、本当はお酒を飲んでいただきたいんでございますけども、もしよければ、飽きません。萌えのこれシャンパンいただきました。ちょっとだけ飲みます。まずくす玉ついてます。あ、くす玉ついてます。あ、すみません、お姉さん、じゃあ僕の代わりにドンと開けてもらっていいですか。28回、おめでとう。もっとやってますね。28回で何の回と間違ってるんですか。もうちょいやってますから、はい、すみません。350回、おめでとう。パーン。いや、引っ張り方引っ張り、ああ、分かった。できた。もうね、ありがとうございます。おめでとう。これ、なんと言っちゃちいものでございます。100均ですか。100均、まあ、100均にしては、なんかよくできてるな。くしゃくしゃのものが出てくる。ありがとうございます。どうしましょう。また後日、改めてじゃあお姉さん。はい、で、プレゼントとして、なんかどちらか持って帰ってほしいということで、お客さんからいただいてもらいます。いいですか。はい、今回のプレゼントということで。はい、赤か白か。これね、ワイン、これはワインです。はい、もう萌え持って帰るとしてありますどうします。これがいいんやけど皆さんいいですよ、これでも。これ高いんやろ。これは高いやつです、これ皆さんで飲みましょうかっていうやつで、はいはい、本来ならば、うん、ここでバーンとね乾杯して、はい、ごくごくベロッベロになりながら、はい、いやーってやりたいところなんですけど、ちょっとお姉さんね、ちょっと今どうします。ビールぐらい飲みます。言わへん、絶対。絶対言わへん。いや、だからそれは僕も一点卓上で僕も飲みますよ。飲む飲む、はい、どっちにします、これかビールか。どっちがいい。あ、まあ、そうです。どっちがいい。せっかくですから、これ飲みます。みんなで、みんなで乾杯。あ、いいですか。じゃあそうしましょうか。いいですか、これ。ちょっと。バレへんかな。バレへん。ベロベロなんて知りませんね。匂いとか。あ、匂いとかもうね、ブレスケア飲みまくりましょう。はい、あのね、はい、ブレスケアを。大丈夫でしょ、コーヒーいっぱい飲んで。じゃあ、いや、僕はどうなんですかね。ケイコさん、あ、すみません、ありがとうございます。すみません、このハンカチは綺麗なのか。いいですよ、綺麗。ありがとうございます。ありがとうございます。お姉さん、すみません、もう、ちょっと待ってください、これロゼ、ロゼです。むちゃくちゃ高いやつちゃう、ちょっとスイちゃん、これむちゃくちゃ高いやつちゃう。うわ、もうすみません、ありがとうございます。じゃあもう皆さんはそれぞれで飲んでいただくように、ちょ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 飲んでください。本当に試飲程度飲んでくださいね。はい、遠慮しながら飲んでくださいよ。ええもんやから。じゃあお姉さん、すみません、ありがとうございます。ようこそお越しくださいました。ありがとうございます。乾杯。ありがとうございます。
美味しいわ。美味しい。これじゃすみません、ハンカチお返ししておきます。美味しい。おかわり自由となってますので。うまいな、やっぱこれ。すごい。むちゃくちゃうまい。これなんか光ってる。いや、お前、何これ、なんか下にこう、そういうのがあるんで。え、ついてんのこんなん。えぇ、むちゃ、うわ、ほんまや。こう、え、知らんかった。スイッチ、はい、うわ、すげぇ。これ、いや、これだけでだいぶ高なってんじゃん。何これ。すごい。持って帰らなあかんやん。これをこれで。逆にこれあったかくなるとかじゃないですね。ないと思います。これ、これちょっと酔っ払うな。これ来ませんな、姉さん。いや、なんて。嬉しそう。いや、姉さん、これでもね、僕らちょっとほんまこうなんですけど、もう内緒でね、はい、もう皆さん言わんといてくださいよ。あいつら、お前酒飲んどったね。もうちゃんと仕事はしますからね、お姉さん。はい、します。はい。いやすいませんが、ちょっとこの番組ですね、はい、読んでいただかないといけない文言がありまして、はい、ちょっとここから読んでいただきたいです。もうささっと、はい、ここから、はい、格上の旅行格安で、はい、ワールドアドベンチャーズ。アドベンチャーズ。冒険はしないです。ベンチャーズ、はい、ワールドベンチャーズ、はい、あの、はい、You should be here というね、はい、意味わかりますけど、俺さん、はい、海外とかもいろいろ行っておられますから、俺さんは、はい、あなたはハワイさんも無理やな。ソールドアウト、ソールドソールドアウト、ソールドアウト、ソールドアウト、ヒーロー、ヒーローちゃん。あなたはソールドアウトヒーロー。いや、意味わからない。優秀、あなたはここにいるべきだという、はい、旅行会社のサイトでございまして、はい、海外旅行でいろんなこう豪華なクルージングとかしますと、どうしてもお金がかさんだりするんですけど、それを、3割負担で行けたりする、はい、60万円ぐらいの旅行が20万円で行けたりする、そういうベンチャーな、旅行会社でございます。もしよければ、検索かけてください。よろしくお願いいたします。はい、続きましてこちら、はい、ただいま業務員募集中でございます。産後タクシーグループ、はい、大阪市内走ってます、うん、サンゴと書かれたタクシー、はい、あの乗務員募集中で、今ディディというアプリでね、はい、ちょっと人気で、ちょいちょいあのサンゴタクシーさんも忙しいそうなので乗務員募集中でございます、はい、もしよければお仕事ないよという方は、はい、ぜひサンゴタクシーさんお世話になってください。よろしくお願いします。はい、人とペットの幸せを形にホワイトフォックス。はい、ペット飼っておられます。ペット飼ってます。あ、語ります。こういうね、国産牛肉のフリーズドライっていうね、愛犬用とか猫ちゃんとか犬、はい、こういうものがございまして、何買ったんですか。チワワ買ってます。あ、そうなんですか、うん、これね、人間が食べても大丈夫なんですよ、はい、食べてみられます。はい、もちろんぜひぜひ。ほんまです、ほんまです、ほんまです、ほんまにほんまに、ほんまに全然大丈夫です。僕もあの毎回これちょっとあのビールのあてに呼ばれてるぐらいの感じなんです。はい、牛肉、牛肉、国産牛肉の薄味のゆっくりでもあの、うん、唾液と混ぜていったら、うん、急に肉の味がグッとくる、うんうん、あ、後でくる、後で凝縮でしょ、うん、こういうのがございましてね、うん、あとまあ他でも言ってます、こういう、鶏ささみのフリーズドライ、こういうのございまして、ムーさんでもチワワ買っておられるところでございますけど、はい、もしよければこれくれるの？はい、嬉しい。はい、ご自宅のワンちゃんになんか SNS とかやってありますお姉さん。はい、やってます。じゃあその時にあのハッシュタグで必ず、はい、あのホワイトフォックスとかつけていただいて、ちょっと、はい、つけます。はい、あげていただければ愛犬にあげてあげて喜びます、うん、ぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、続きましてこちら、はい、広島で宝石、時計、ブランド物のことなら圧倒的な品揃えを誇る進化は、はい、おどうジェリー、え、きっとあなたにぴったりの商品が見つかるはず。はい、広島で6店舗ぐらい、うん、展開されてるジュエリー会社なんですけど、うん、広島カープの購入のグッズとかも、展開されてまして、うん、はい、こういうストラップとかね、うん、広島カープを応援するグッズの中で一番ちっちゃいグッズなんちゃうかなと思うんですけど、うん、はい、でも素敵なグッズでございますので、うん、はい、カープ女子とかね、うん、今広島カープはどんな感じなんですかね。私あんまりもうちょっと一時期ほど野球を見なくなってしまいました。3位ですか。なるほど。まあまあまだね、じゃあクライマックスとかじゃね、全然間に合う状態でございます、もしよければこれをこういうのつけて応援してみてはいかがでしょうか。はい、続きまして、はい、はい、そして生命保険と個
の自動車保険ならアクサのスギちゃん、個人法人問わず医療保険からがん保険、積み立ての保険まで何でもスギちゃんにご相談ください。 Facebook で杉原浩二で調べてメッセージをください。 Instagram は ID は AXA下棒下棒アンダーバーアンダーバーアンダーバー NO アンダーバー杉ちゃんまで、はい、なお杉ちゃん営業マンなのに見知りなので知らない方は受け付けませんので必ずメッセージを添えてご連絡ください。現在がんに、はい、罹患、はい、罹患されている芸能人とかよくニュースでちらほら見るんですが、姉さんがん保険は、はい、花子さん今日がん保険とかはかけてます。あ、やっぱりね、はい、ご家族をお持ちでございますか。そう、若い時からね。若い時からかけてあるんですか。はい、えー、それもう10代とかないでしょ、さすがに20代前半からね、保険は。あ、そうなんすか、はい、なんすか、それもう本当になんかいろいろいろんな人に言われてかけようと思ったんすか。そうなんです。はぁ、なかなか、なんかそんな感じは見えないですもんね。はい、ちゃんときっちりやってはりそうに見えないのに。はい、キャッターハンスね。そうそう、へぇ、偉いな。なんかそんなんも別にええねん、私そんな保険とかっていうわけじゃないですね。はい、20代の若い時。うわ、なかなか堅実な。はい、なんか家族を養ってるもんで素晴らしいでございます。もうそ大黒柱ですもんね。そうです。常に大黒柱、はい、すごい。まあ、そのスギちゃんにですね、はい、今、ちょっとご相談いただいたお客様にはですね、うん、この森田信枝シャワー特製タオルをプレゼントしていますので、もしよければスギちゃんにね、うん、本当に保険なんでも結構でございますが、うん、ご相談いただきましたこの、タオルをプレゼントさせていただきます。もしよければね、で、そのスギちゃんからこのシャンパンもいただきましたが、こちら姉さんにプレゼント。はい、スギちゃんって、はい、優しいね。はい、優しいでしょ。タオル、タオル、もうこれ絶対楽屋で使ってください、姉さん。もう犬拭くのとか使ってください。これ犬、はい、はい、犬とかお子さんの体拭くのとかに使ってください。はい、あとはもうこれは、はい、もうほぼゴミのようなカレンダーです。2019年のカレンダー。カレンダーや、はい、もう今更でしょ。終わってる。あ、終わってる。半分以上終わってますから。はい、半分以上終わってますから。ありがとうございます。はい、いや、こちらこそすみません。はい、じゃあ続きまして。すみませんね、ちょっと読むものが多くて。はい、はい、こちらです。はい。ご自宅などで空いている土地ありませんか。津田建設が全てお手伝いさせていただきますので、ぜひお問い合わせを。はい、森さん、自宅とかで空いている土地ないですか。え、さらち？さらち、さらち、いや、さらちじゃなくてもいいですよ。もう建物あっても壊して、それをさらちにして、うん、ほったらかしてたらなんかね、うん、税金の無駄遣いとか、もったいないじゃないですか、うん、税金かかるだけなんで、うん、それをもうさらちにして、うん、駐車場に帰ったりとかして、収益の上がる物件していかがでしょうかと、見積もりと全部すべて津田建設さんがやってくれますので、ということで、ちょっと、ないですか。今はちょっと、今はないですね。そのうちね、うん、そのうちどっかが、あるかもしれない。はい。はい、じゃあぜひその空き次第津田建設さんのご連絡ください。はい、連絡します。ありがとうございます。はい、はい、あとこちらです。はい、豊富な経験と自由な発想で楽しい、あ、新しい旅のスタイルを提案します。はい、ガリバー旅行さん。はい、ありがとうございます。ですね、はい、南波グランド花月の、はい、団体さんとかでも、うん、来ておられて、うん、バスツアーで来られてるんですけど、来年の大阪場所の、うん、チケットと、はい、全部そのマス席とかのその団体のご旅行とかも今受け付けてるそうでございますので、必ず森田信義アワーとつけていただきまして、メールの方を送っていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。またこの番組広くスポンサーさん募集してます。もしよければ、どしどしお寄せください。よろしくお願いいたします。ということでございまして、本当に350回でございますが、森田さん本当にありがとうございます。ねもういっぱい聞きたい話があって、逆にこうやって1対1で誰かと会話するってことはあんまないんじゃないですか、番組とか。ないですね。ねえ、うん、もうでもお姉さんは今大阪に戻ってこられて何年になります、はい、もう3年。あ、もう3年ですか、はい、早いっすね、そう考えたら。実質東京で何年ぐらいおられたんですか。東京は30歳からやから、はい、10年ちょっとぐらい。あ、そうか、うん、その芸歴自体はもうお姉さん何期とかって言う、何期言う、何期
期とかじゃなくて、はい、何年目なんですか。もう31年ぐらい。もう辻元さんが32年とか33年だ。そうですよ、まだ辻元さんがね、あの三角公園 UFC の時に、ね、はいはい、見てたんですよ。一緒の舞台立って。あ、そうなんですか、はい、うわほなもう、うん、いや僕ら4時ですよだ世代なんで、うん、はい、見てた世代なんで、うん、ねねさんとかがもうそれこそもうむちゃくちゃされてたちらちら見てたんですよ、うん、あれ元々オーディションかなんかの話ですね。最初はね、はい、今田耕司さんのファン で、はい、でなんか2丁目劇場のイベントがあって、はい、素人がね500円払ったら、はい、何してもいいっていうすごいな。え、素人が500円払ったら何してもいい、何してもいい500円で、うん、はい、司会が今田さんと東野さんやって、はいはい、で友達に勝手に応募されて、あ、お姉さんが自分でそういうのやったんじゃなくて、はいはい、勝手にあんた行きやって、はい、で500円自分で払ってね、で、え、あんた行きや言ったけど500円は自分で払うんですか、はい、いじめられてて双子のやつ双子のやつに、双子のやつ、え、男、女、女の双子にいじめられて、いじめられて あんたぜやって言われて、はいはい、で一人でコントね、はい、やったの。え、あ、その今田さんの前で、東野さんの前で、そうそうそう、はい、だからすっごいウケたの。ものすごくウケてね、はい、ほらまた来週も来てなって言われて、今田さんからね。なんかそういうその賞レース的な勝ち抜きチャンピオン的なやつだったんですか。じゃないでしょ。なんで何してもいいの、500円払ったら、ね、それでようそのコントとかになりましたね。なってね、はい、それでまた毎週通ってる。あ、それで毎週、まだ来週も来てやって、うん、え、毎週500円払うんですか。そうなんですえ、むっちゃ損やん。だ勝てば勝つほどなんか儲かっていくじゃなくて、勝ったら勝ったら毎回500円出さない。500円払って、はい、行ってたら、はい、そのうちなんか自然と入ってた。じゃあ例えばその別で今度おいでやおいでや言うてて、うん、そのまあ今で言うね、うん、ちょっと会社事情いろいろありますけど、うん、契約書どうのこうのとか、うん、そんなんではなくて、そんなんない、ない。明日もおいで、ま、で500円はどこまで500円払ってたんですか。半年ぐらいは半年ぐらいはもうノーギャラで、そうとりあえず4時ですよだ出てはった。そうそう、あれも500円払って出てはったんですか。あ、4時ですよだは違うけど、はい、あ、また別の終わってからのイベント、はい、あ、なるほど。もう嫌やって言ったんです。もうもう嫌やと、もう500円払うの嫌や、もう嫌ですって言ったら、はい、今の大崎会長がね、はいはい、ほんないくら欲しいねって言ってね、このポケットにいっぱい入ってるんで、はい、小銭をバーンって持って帰れ、えぇ、ー、言ったんです。えぇ、ー、持って帰れと、こうやってやって集めて持って帰れすごい、うわー、なんかもう暴力的な会社っす。そうそう、でかっこいいっすね。なんぼでも持って帰れと、全部集めて、でその次からもう来なかったんですよ。それどうしちゃったんですか。それからはもうなんかラジオとか、はい、そういうのに呼ばれるようになって。すごいですね。考えたらそんな人いてないでしょ。そのまああれですね、たまよ姉さんとかもなんかそんな感じなんですよね。そうそう、同じぐらい。そう、同期ぐらいですか。同期じゃない、先輩です。あ、たまよ姉さんも先輩、うん、あー、なるほど。でそこで同じように500円とか払いながらずっとやってはって、うん、でもうこれしんどいと、うん、もうなんで毎回毎回私は今田さんのファンやのにショートコントずっとやったんですか。ずっとやってたんです。天才やな。一人でショートコントやったでしょ。一人で。ただ双子にいじめられただけやのに、うん、でそこからもう嫌や限界や言ったら大崎社長にガーッてポケット使うで、はい、何ぼ欲しいねこれ、うわー。ほんでそこから ラジオ急にラジオとかね、はい、まだ中学生やですよ。あ、姉さん中学生それ。うん、ラジオで 130R さんとラジオやって、はい、うわすごい。それ中僕高校生とかどうでしょ。まだ中学で、はい、中学何年生ですか。中学ね、3年生とかそんなぐらいです。でも、え、お住まいどこやったんですか、元々のお住まい。堺。あ、じゃあまだ大阪を近く感じれる方ですよね、うん、僕ら京都とかやったんで、来るときはなかなかやっぱその一個超えてこなあかんから、うん、あー、そうか。だから年齢的には僕そんなに変わらないですよ、昭和50年なんで。一緒や。え、姉さん昭和50年50年え同い年やったちょっと待って、いや、絶対じゃあ謝れちゃいます。そうそう、僕はあの普通遅い気ですよ。10月ですから。3月
三月、あ、おお、うわ、僕だいぶちょっと上で、うわ、そうですか。うわ、そうか、じゃあ僕が中学3年生で、もう俺さね、幼児時代、あの辺やった時、僕中2でもめっちゃ見てましたけど、そうか、あの時ほぼほぼ一個上の先輩見てる感じ、えぐっ。ほな、もうだってこうなんですけど、年齢こそいかへんのに、むちゃくちゃ後輩で年上多かったじゃん。多い、ほとんど後輩でしょ。藤原とか後輩やん。うわぁ、もうちょっと震え上がりがなあかんですよ。もうだって年だいぶ上でしょ、うん、へぇ、うわぁ、でも大変ですよね、考えたら。気持ちとして子供みたいに見られることもあるじゃないですか、言うたら、うん、せやけど先輩ずらわってもそんなにしゃあないますからね。だから新喜劇入った頃は、ああ、川端君とか、私後輩のふりして怒ってもらってた。ああ、年上ですもんね、うん、だって向こうだいぶ上ですもん。そうそう、だいぶ上やから、はいはいはい、はいはいって言ってて、怒ってもらって。あ、ほんな向こうも分からへんかったんや、うん、ああ、そう、先にもう川端さん新喜劇入ったんだ。そうそう、入ってったから。はい、まあでも向こう旧期生やから、俺さ、扱いとしては何期ぐらいなんですか。でも、ね、雨上がりとか、はい、あ、なる、あ、この安尾さんとかは同じぐらいなんです、ちょうど。そうです。うわぁ、だいぶの先輩ですよね、考えたら。ほら、もうそこからラジオ行って、うん、で、4時ですよのメンバーのもうほぼガチガチ入ってはったじゃないですか、うん、で、で、新喜劇入ってきはったタイミングはどのタイミングなんですか。やめようからですか。いや、女子プロレス行ったの、高校卒業してね。え、あ、そう、女子プロ行ったんですね。そうそう、で、え、そ、その高校卒業する頃、高校生の3年間はずっと吉本興業のいろいろやってはったんですね。そうそう、ごっつえ感じとかで出てはりましたね。高校生、あれ高校生ですか。 うわー、早いこともう芸人として成熟しまくってますよ。エリートよね。エリートですよ。マシぐらいエリート。いや、エリートマジで。だって、あれ高校3年生か3年間で、うん、まあまあな額稼いだんちゃいます。あ、そうね、うん、それこそ親がもう仕事辞めてしまうぐらいの稼ぎやったんじゃん。あ、そう、まあ、そう、十分一人で暮らせるぐらいは払ってた。うわー、そうでしょうね、うん、だってむちゃくちゃ一緒、学校は行ってはったんですか。学校は行ってたので、あの時携帯がなくてプレベルもないから、はい、学校に電話があるの。え、会社から。そう、山田、その山田さん、その本名の渡辺さん、どうのこうの言うて呼んでくださいって言って、はい、あの、明日新大阪何時集合とかってね、はい、学校に。ほな、ちゃんとでも学校は行って、で、ね、仕事は基本じゃ土日ですか。いや、終わってからとか放課後。はぁ、うわ、忙しい。部活とかはやってない。やってないんです。でも、言うたら学校行ったら学校行ったらむちゃくちゃ人気もんでしょ。うわ、花ちゃん来たみたいな。地味になったから、はい、そんなに目立たなかった。嘘、あんなに目立ってたのに、うん、あ、学校行ってもそんな気づかれないんですか。双子がいじめんのよ、またまた。え、中え、同じ中学で双子が、まだ高校も一緒やった。小中高一緒。小中高一緒の双子が。あんた、おごりや、儲けてんねやろ。されたの。腹立つ。それ未だに関係あるんですか。関係ある。関係ある。わあ、じゃあその双子がもうずっと。ずっとね。小中高。一緒。ええー。でそれもうあんたなんか今ダウンタウンさんどんどんこの、ちょ、紹介してやとかそんな言うてくるんちゃう。そう、言ってくる。あんた合わせてや浜ちゃんにとか。そうなん。うわあ、堺の双子が。で高校の時もずっとそれでいじられて。うんうん、で別にその学校で前で文化祭とかいろいろある時とかむちゃくちゃチヤホヤされたとかなかった。いや別に普段はおとなしいから、ああ、みんな寄ってこない。ああ、だって確かに来ないですけど、まあ、僕あんまりこう、どうじゃ、新喜劇の花子さんテレビでずっと見てましたから、実際こういう絡みとかしたことないくて、うん、で3年前確かに東京からこちらの大阪の方に戻ってこられた時に、え、こんな、まあ、いつも安江姉さんの、はい、その女座長集っていうのが夏にね、あの8月のあのお盆過ぎぐらいに毎年あったんです。その時に花子姉さんが特別に来られてて、で結構オープニングとかで一緒に絡ましていただいて、あのこう頭には注射するみたいな、どこやったんだよみたいなとかでも結構その
テンションがもうちょっとね、大阪やからいうのもあって結構ゴツン来ていたと思うの結構いろいろありましたけど、いやその時とかの感じでも結構下の静かで、うん、なんかやっぱ普段はやっぱむちゃくちゃ物静かで、へもう玉江姉さんも、うん、もうなんか何もせえへん人みたいに見せるじゃないですか、うん、ズンってで出ようとなったら「はーい!」って言う、うん、でもお姉さんはそこまでのこうスイッチバン変える感じではないじゃないですか、うん、普段もやっぱり言ったりしてはるんですね。そうで、おとなしいんです。もうちょっとこう、やさやさ陰にこうやって隠れて、はい、ああ、じゃあそういう感じで高校生活ずっと送っておられて、うん、まあ放課後とか土日は東京行って仕事やってもう親御さんとかはどういう風に見てはったんですか？最初はね、信じてくれなくて、はい、え、おとなしいからね、はい、まさかそんな、うん、はい、テレビとか、はい、親戚のおばちゃんがね、はい、あんたの娘テレビ出てんでって言って、はい、嘘やんって、はい、あ、まあ親は全然信じてないですか、うん、そう、だいたいでも子供の時間帯で帰ってこうへんとかで分かるんじゃないですか。それがね、夜仕事してたから、はい、あ、一切テレビ見てなくて、ご両親も普通にお仕事されてたから全く見てない。だから最初のうち全然知らなかった、はい、あんなに出てたのに、うん、でも言うたらそのお金とかのその振り込みはどうのこうのはもうご自分の通帳に、うん、通帳に入ってるから知らないでしょ。ああそうか、ほなもうとんでもない、言うたら親は一生懸命働いてるけどとんでもないところでえげつない額を儲けていってる娘がおる。はあ、ちなみに高校3年間で、はい、まあ言うたら使わないでしょ。そうですね、え、うん、バイトとか言うて学生、うん、その前言うたら友達とか行ってあるかもしれないですけど、使わずにずーっと前で交通費やなんやのも全部出るわけじゃないですか、はい、結構たまった。そうね、家一軒買えるぐらい。いや、そんなない、そんなない、やっぱ安いから、はい、そんなない、うん、車一台は余裕で買えるじゃん。いや、車ぐらいは買える。あー、でも高校3年間でも1000万、そんなんない、ない、そんなない、ちょっとずつ使ってたから。あー、でも儲けてたよな。だってあの時むちゃくちゃフジテレビも勢いあって、はい、むちゃくちゃいい時でしょ。あの交通感じは、はい、すっごいギャラ高かった。交通感じギャラ高かったですか？高かった。うわー、そうやろな、はい、だってもう僕らむちゃくちゃ見てましたし、うん、数字もむっちゃ良くて、ヘイヘイヘイとかもね、ヘイヘイヘイもね、フジテレビがもうさ、笑っていいと思うなやろで、もう全部3部門バーン撮ってた時じゃないですか、うん、そうね、うん、はあ、その時に一番ええ時に行って、でそこから吉本新喜劇に入ってくる流れが、うん、その前で高校、それで高校卒業して、はい、プロレス行くはるでしょ。そう、女子プロ。それ、何で、なんで女子プロ行くんですか？だってそのまま芸人でいいじゃないですか。いや、ずっとプロレスなりたかったんです。あ、もともとの夢はずっと女子プロレスラーやったんですか？そう、はい、ほんで、それ高校卒業して、ほんで、あの、受かってオーディションでね、あ、女子プロの、女子プロもオーディションあるんですか、はい、もう誰でもボンボンって何か、いや、厳しいオーディションがあるのよ、はい、3年間受けてやっと受かったの。え、あ、落ちてるんですか、何回か、はい、それ何をするんですか、そのプロレスラーの、あ、もう普通に、もう、あの、腕立てとか腹筋とかね、はあ、あ、別にそのフィジカルのこういうドンとかこういう受け身とかじゃなくて、あ、もうただ体力ですと、はい、お、それを3年間歩いたらご自分でトレーニングされたんですか？そう、あのジムがあってね、はい、女子プロの、はい、そこに通って、あ、もう女子プロのジムに通ってたんですか？そう、プロレスのジムがね、大阪にあって、はい、はいはい、そこ通って、そこで3年後やっともう通って、そう、そっからも女子プロの道ですやんか、はい、うん、なぜか今ここに来はって、ね、はい、あの受け身の練習あるんです。受け身の、はい、ポンって押されて、はい、後ろにポン、あ、はいはい、あれを練習中にね、あの失神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 して失禁したえ、あれ、まあ、基本的なことですよね。一番基本ラリアットとかされてもうバンってこう派手に音出して倒れなさいっていうやつの受け身の練習をしてる時に、それ誰が押すんですか、あれは。誰か肩ポーンって押す、ああ、でポーンってやるのに、はい、気絶してね、失禁して、やめてくれって言われた。え、もうそれでもう来ないでくださいと、向こうから、はい、
うん、でももうちょっと路頭に迷いますよ。うわ、私せっかく夢を追ってそうな東京まで来てね。はい、それこそあれですけど、長与千草さんとか憧れてたんですか。そうです、長与千草さんみたいになりたくて、はい、はいはいはい、に憧れて、うん、あの当時もね、はい、そら言うても、うん、あの昭和の、うん、もうガチガチバリだ、何だったっけあれ、よう出てましたもんね。その最近はプロレスも深夜にしかやってないですけど、うん、ね、ええ時間帯にやってたりとかありました。あ、そうですか。はぁ、に憧れてプロレスになりたくて、で出勤して、もう来ないでくれって言われて、うん、ほんでどうしようと、うん、だから、ほんでまた、はい、大崎さんにね、はい、大崎さんにそれは言ったんですか。辞めるときに、はい、言ってたから。あ、もう芸人辞めますって言われて、はい、お前絶対無理やもうけどな、あ、もうそんなお前なんかは無駄無理やと、うん、でも やりますって言って、はい、やめて、もう意志強い、それはもうやるって決めたら以上やりますよ、うん、はい、でクビになったって電話したそれ賞味入って何ヶ月ぐらいですか。4ヶ月。早いなおい1年も持ってないじゃないですか。すぐクビになった。4ヶ月、4ヶ月で、はい、もう出ていてくれって寮ね、はい、あ、寮なんすか。寮やなの。あ、じゃあもう全部生活を全部面倒見てくれるわけだ。そうそう、でもこんな失禁するやつはもう銭にならんと、はい、回収できひん、もう早いうちにやめてくれると困ると、ほんでやめてくれ言われて、やめてくれ言われて、はい、でも仕方ないからね、はい、あ、電話してね、はい、あ、もうすぐ大崎さんにクビになったんですよ。クビになったまだね、はい、まだ赤坂にあった事務所がね、あのお話出てる、うん、ね、もう本当にワンルームじゃないですけど、そこにホワイトボード置いてやってはった時の、うん、はい、そこに行ってね、赤坂の方まで行って来いって言ったから行ってな、はいはい、ほら、ね、え、もうそれはあれですか、プロレスのそこはもう東京なんですか。東京なんです。あ、東京なんですね。で、そこら言ったら大勢さんがやる赤坂の方に行って行ってね、はい、クビになりました、はい、そうやろって言って、ね、はい、またこっからね、はい、3万、今度3万、3万、はい、これ3万出して3万、はい、これで大阪帰れでね、おお、はい、3万くれたんです。とりあえずもう大阪帰れとお前、はい、新喜劇入れって言うんです。早っ、3万もうて、うん、新喜劇入れ、すごい人心配だよお前を3万で買う新喜劇に来い、はい、あ、それで入れてもらったんです。はあ、もうそこからもうすぐ新喜劇ですぐで、あのね、もうその2、3週間したらもう出番があってね、はい、そっから毎週出番があった。うわぁ夢のような話ですね。それ誰もそんな金持って新喜劇入ってていてないですようわぁかっこいいそらもうだから大崎さんがやっぱ大きくなるにつれてやっぱお姉さんとも一緒にグッと行ってはるから才能見抜いてたのねいや、まあただ花子姉さんという素材はやっぱりそうでしょうね。そら、でそれから新喜劇入らはって、その頃の新喜劇ってどの時代ですか。やめよっかな、バンバンです。のちょっと後です。あ、もう東野さんとか今田さんもいなくて、 あ、もうそうか、ダウンタウンのごっつい感じとかもうバンバン行ってはる時やから、うん、もう言うたらニューリーダーで内場さん、辻元さん、石田さんとかも座長になって、座長なる前前ですか、うん、ね、の時だったんですか。あー、なるほど。一番もうついここからネタいっぱい作っていこうっていう時代。そう、はあ、そこにボッと花子でバンと入った時にちょっとみんな、え、花子くんのみたいな違和感はなかったんですか。なんかみんなね、優しくてね、はい、花ちゃんとか言って、ね、結構ウェルカムやったんですね、うん、3万持ってこう来ましたってそれはよく言うけどはぁ、あ、すごい。で、そこからはもうずっと皆さんが周知のような新喜劇もずっともうごっそ上がって、で、チャーリーさんの、うん、ごめん臭いでバーカすぎにヒットして、うん、それも横で見てはった感じですか。そうです。あ、でも3人さん、まあ、座長になられて、うん、もうヒロさんも座長になられてっていうところ、うん、あ、でそこからまた東京にドンと行かれるのはどのタイミングなんですか。ちょっとしてから。あ、もうちょっとしてから、うん、あ、もうだっていいとものレギュラーとかもやってありますよね。そうやってる。で、タマネさんとかも同じような、うん、まあ、ぜひはちゃいますけど、藤井さんとか、そうだ、あの3人さんだけがもうどんと東京行かはった感じですもんね。そうです。ね、藤井さん、花子姉さん、で、玉代さん、はぁ、で、そこでもそこからずっと東京行ってはって、うん、なぜ大阪に帰ってこようってなったんですか。子供がね、はい、あ、生まれて、そうか、お子さんが生まれて、うん、でお仕事続けていくってなった時に
近くで面倒見てくれる人が必要だという、いやもうでも世の中のその女性にとってはものすごい希望やと思いますけど、お姉さんが結婚されてお子さんが2人おられるし、2人もいるんですよ。すごいですよ。もうだってこんだけねごっつええ感じじゃないならバチッいったね、うん、そのもう女性トップタレントが今も子供が乗れるやつと自転車乗ってくるっていうねえ、あれもちょっと面白いですよ。あでもみんなお母さんなんやと、いやもういろいろ話聞きたいんですけど、ちょっとねこのコーナーに行きたいと思います、はい、Recommendationalスイーこのコーナーゲストの方お写真を紹介するコーナーでございまして、あちらの方の大きいモニターにご注目くださいませ、はい、早速1番目からよろしくお願いいたします。あ、かわいい早っ早っ、いや、かわいい、写真見てくれ、家行ったら言うでしょ家帰っておるんでしょ、これこれが、買っておられる、はい、ジュリエットです。ジュリエット、うん、エリザベスがジュリエットを買っている。ベロがずっと出てるんです。あ、もうしまえないですか。しまわないんです。酔っ払ってるんですか。違う違う、あの、歯がね、あの、スキッパでね、はい、あの、しまえないんです。歯がスキッパでしまう。歯が開いててね、はい、ベロが中に入んない、出てしまう。そんなことあるんですか、うん、え、前が違う違う、横が、横の歯が横がスキッパ、横がスキッパ、ベロ、ちょっと待って、出ちゃうの。横がスキッパ、うん、要は、その、今、うん、歯が、まあ、こう、うん、どんな風になってるんですか。こうなってるとしますね。はい、本当はね、はい、本当はここも歯がないとダメやつ、ここがなくてもこここうなってるから、はいはいはい、ここからベロが出ちゃうね。え、ここから出ないですか、ここは。ここは歯があるから大丈夫やけど、ここがない。え、もうここにベロが引っかかってしまってるわけですか。違う、どういうことですか。だからこう、本当はこう収納せなあかんの、歯でね、はいはいはい、そりゃそうですよ、こうこうね、こう出ないようにね、はいはい、ここの歯がね、あの中で抜けてね、はい、こう出ちゃう。あ、もうで ご本人がもうここにこう歯を開けることが気持ちよくなってしまって、そこにちょっと引っ掛けてる感じですか。いや、そうじゃないんです。もうしまえない、しまえないんです。え、ずっとだから、あのまま。え、口開けた時はどうなんですか、その下は。口開けた時は口開けた前って出てくる、閉じたら横でこう。あ、だからもうグンッといっちゃうってことですか。へぇー、でもずっともうペコちゃんみたいな状態になってる。ずっと かわいいの。ほわ、吠える時とかは、はぁはぁはぁってなるんだ。はぁはぁそれは、わぁわぁ言うてるんですよ。え、今、どれぐらい買っておられるんですか、これ。もうね、7年。あ、ほなもう東京の時はずっと買っておられて。そう、これ、あの、主人がね、はい、ジュリエットってつけてね、はい、この子を外国人として育てるって言い出してね。はい、この、あ、ちょっと変わっておられる。そうだね、旦那様。主人ちょっと変わってて、ね、はい、ご主人ちょっと変わっておられる、はい、この全部英語なんです、しつけが。しつけはジュリエットじゃ、そら英語でシッタンとか、シッタン、シッタン、シッタン。あ、じゃあお姉さんもこれ言うんですか。そう、シッタン、はい、テイクハンド、テイクハンド、あ、なるほどね。アンダーハンド、アンダーハンド、アンダーハンド、アンダーハンドでもこうですよ。おかわり違うの。いやいや、おかわりはワンモーハンドですよ。ワンモーハンドはディアルハンド、ディアルハンド、アンダーハンド、アンダーハンドは下の手やから、下っ側に触るってことですよ。間違ってますよ。テイクハンドって言ったらもう手持っていくですからね。はい、お手がテイクハンドで、いや、Put your hand です、 Put your hand、 ここです。で、英語的に言うとですね、テイクハンドはこうですよ。I take your hand って持っていくですよ。そう、間違え、ご主人だいぶやばい。英語力、英語力、英語ペラペラ言ってたよ、ドイツで留学してたから。ドイツで留学してたの、英語ペラペラ。何勉強してんドイツ語じゃなくて。いや、シッダンを追ってますよ。はい、ただ、その犬にお手を言うのは多分プチハンズだと思うんですけど、プチハンド、はい、シェイクハンズ、あ、シェイクハンズ、シェイクハンド、シェイクハンド、シェイクハンド、アンダーハンド、テイクハンド、テイクハンドはもう手持っていくなんで、手を持っていく。で、それがこの、もうこの手を持っていけです。だからこう、カッカッカッ、こうこうこう、テイクハンドは。アホやね、この色。いや、あんたの、あんたの主人や。いや、あんたの主人がアホ、いや、アホみたいな主人ですけど。いや、犬は。間違えてた、ずっと。
で犬もずっと間違えたままやから、ほんまに向こう行った時に何のことや分からへんなっちゃう。アンダーハンドって何やみたいな。でまあね、アンダーハンドは 手をその下側にやるっていう意味ですから。I put your under your hand。 もう無理かな、7歳やった。まあまあちょっと7歳やからもうだいぶのあれでしょうけど、まあシェイクハンドに今からちょいちょい変えていけば、はい、アンダーハンドは違う手やったら the other hand ですね。リアルハンド、リアルハンドじゃないです、 the other、 the other hand、 アナザーハンド、アナザーハンド、アナザーハンドじゃない、アナザーハンドじゃない、そう穴かに穴に入れた手とかちゃうんですよ、アナザー、アナザーハンド、アナザーハンド、はい、アナザーハンド、はい、別の手ね、アナザーハンド、それでやってたんですよ、はい、他なんかやるんですか、その英語で、英語、はい、英語、あとはい、ご飯、ご飯、ブレックファースト、ブレックファースト、あ、朝食と全部分けるんですか、2回でしょ、夕食と、あ、はい、だ夕食の時はディナー言うて、ディナー、はい、もうボンと置いたら、そのまま僕猫は飼ってるんですけど、うん、飼ってる言うてもどっちが飼ってるのかよく分からない状態なんですけど、はい、猫はいてるんですけど、もう置いたらもうそのままですよ、ほら、その朝ご飯、晩ご飯呼ぶでしょ、あ、ご飯のって言って、あ、呼びますけども、僕の場合はもう完全無視されるんで、チュールを持ってきた時ぐらいですかね、ちょっとチュールだとチュール、あれぐらいの時はもうムッときますけど、それがもう全然ツンってしてます。今日でもちょっとだけ家ね、途中で帰ったんですよ、物取りに、うん、その時に近寄っていったら、なんてこんな顔するんですけど、お尻だけトントン叩けたんですよ、うん、なミューって初めて、うん、あ、初めて泣いたと思ってちょっと感動してたんですよ、うん、よかった思って、で洗濯物取り入れて、で、な、行ってくんねって言ったら、シャーってあんなに猫撫で声をしたいのにこんなにツンデレなんだと思って、もう次はシャーって言ったら、何やお前って知らんみたいな、パッと飛びて帰ってきました。その全然そんなことないですか。そんなことない、懐いてる、 お子さんとかにも懐いて、うん、へえ、ワンちゃんね、ジュリア、なるほど、まあちょっとね、うん、ちゃんとした英語で教えてあげてほしいんですけど、はい、すいませんね、舌が出てる感じ、はい、はい、じゃ続きましてお写真でございます。あっ、これね、はい、むちゃくちゃむちゃくちゃこれ、ね、ありますやん、一部よ、え、これで一部、そう、まだ持ってんのよ、うちの主人ね、はい、もともとご主人がトランペットの、そう、先生でね、先生、お姉さんがトランペットを始められたんですね、そう、うん、そのお姉さんはトランペットなぜ始められたんですか、トランペット、なんそのお姉さんがトランペットを始めようという企画、最初は番組の企画で、はい、芸能人の、はい、作るって言ってね、はいはい、オーケストラみたいな、あ、はいはいはい、やってら、はい、結構面白かったから趣味で始めようと思って、はい、先生探して、はい、あ、その時は初めはもう全部ついて、かい、まあ、番組自体が全部サポートしてくれたから、うん、別に誰かに教えてもらうことなかったんですけど、その自分で引き続きやろうと思った時に先生を探して、うん、はい、でたまたまね、紹介してもらったのが主人、はあ、い、じゃあもう先生と生徒の関係から、はあ、禁断の恋よね、禁断の恋そうですね、本来ならばね、そら高校教師じゃないやら言うようなもんでございますよ、うんうん、はあ、え、ご主人おいくつでいらっしゃるんですか。今49歳。あ、じゃあ年上で、で教えていただいてて、でどれくらいから恋に発展していくんですか。そのお姉さんこのトランペットを吹いてるところは恋に発展していくっていう。それがね、はい、この個人レッスンでね、はい、週1回2時間ね、はい、防音室、ほんと狭い防音室、防音室、はい、2人きりになるなるでしょあ、でもそれはでも、お姉さんから好きになったんですよ、そうそう、あ、お姉さんからちょっとその防音室で、密室でこうやったらもう好きになってしまう、で、そこから向こうは、向こうは分からないじゃないですか、向こうは分からない、まだね、どうやって進めていくんですか。 でもお互いお酒好きやから、はい、何回かね、はい、ご飯とか、はいはい、行ってたの、はい、ほんなら、うん、いつの間にか、ほんならなんかね、はい、そういう、え、それ姉さんが言ったんだ、私好きやねみたいな、そう、最初は言った、でも向こうは、いや、そんなね、はあ、とか言ってて、あ、姉さん結構自分でバンで好きやねって言うタイプなんですか、そう、おー、それでね、私がマンションのね、はい、更新するってなってねマンションの更新どうしようかな、はい、どうしよう、あ、このマンション更新するけど、どうしようかな、どうしようかなって、はい、言った時に、はい、一緒にね、住むみたいなね、
はい、あ、お姉さんから言ってんすか。そうそうそう、お姉さんがもうマンションの更新するけどどうする、一緒にするむちゃくちゃ全部誘ってる。はい、なら、うん、はい、そんな家賃もったいないから、はい、買った方がいいんじゃないって言ってきた。え、向こうが、はい、ちょっともう新手の詐欺師。え、詐欺師違うんです、結婚詐欺師の上等手口じゃないんですか。買った方がいいんじゃない。だからどっかのその言うたら裏の不動産とつながってて最終全部なんか手数料持っていくんじゃないですか。違う、違うんですか。頭金とか、え、入れたはずやのにちょっと待って、うん、連絡つかねえみたいなやつじゃないんですか。違う、違うんですか。泣きそうになるだけ言ってさ、はい、ほんでそれで、はい、それで、でもう買った方がいいんじゃない、買った方がいいんじゃないって言われたから、ああ買ったの。もうマンション買ったんですか。買った、東京に。うん、だから住もうって言って、ね、はい、もう東京にマンション買ったよ、もう住もう、一緒に、はい、うわぁ、むっちゃ積極的。え、今まで恋愛とかまあ言うても高校生、まあ中学生からずっとね芸能界ずっとやはって、で、まあいや本当にご結婚されていくつの時ですか。37までの恋愛とかもそんな感じでずっとグイグイ言ってたんですか。そう、あ、ね、初めて。え、37にして初めての恋愛。そう、だから逃したあかんと思って、はい、必死必死でマンション買ってすごい。もうでもその話の流れからしたら一番結婚詐欺に遭う人ですよ。そうそうです、そら37歳で婚活とかに行って、ほんでもう必死にむちゃくちゃダッサいダッサい服着てんだけど、本人とでむっちゃ服着て、うわーって探してて、すごく自分に好意的なむっちゃイケメンの人に惚れて、最終全財産ごっそり行かれるやつの同じタイプですけど、成功者ですか。それはそれはむっちゃ成功してますよ。だって自分でマンション買うて住んで、そうで、どこから結婚切り出すんですか。ほんで、あの、買ったからって言って、はい、買った、一緒に住もう、一緒に買ったから結婚してって言った。あ、マンション買ったから結婚してってすごい、はー、もら、あ、お姉さんからもプロポーズしてるんですか。そうそうそう、うわー、ほんでもう言ったらこの楽器は何やろ。楽器もそう、これも高いのにね、これむっちゃ、じゃ10万どころの詐欺じゃないでしょ、こういうのって。そうそう、もっとする。これトランペットの先生ですよね。そう、トランペットじゃないじゃないですか。これはね、ドイツ管って言ってね。ドイツ管、なんかドイツのトランペットやねって。あ、ドイツのトランペットはこんなに大きいんすか。そう、これね、はい、いっぱいあるんだよね。で、口一個やにね、はい、いっぱい持ってんのよこれでも1個でも20万以上しますよ。もっとするよ、もっとする。え、これで一部、はい、これもっとするで、これ1個30、30、40万って考えたら、もうこれだけでも250万ぐらいありますやん。50万って考えても、うん、え、あの300万かね、50万で300万。これ普通のもあるしね、普通のトランペットも、うん、え、これは まさかお姉さんが買ってあげようって言って買ってるわけじゃん。買った時もあるすげえ。この部品とか入れ替えたりするのも、はいはい、こことかをね、あ、もうちょっといろいろ部品が、ね、ありますから。それも高いね、でいい音が鳴るんやったらまだ許せるけど、はいはい、軽くなるとかね、あ、音が、うん、重さが、あ、それって我慢せえと思うあ、なるほど、それを何か別の部品に変えたらなんか音が良くなるとか広がるとかじゃなくて、物自体が軽くなる、我慢せえと鍛えとけと、お前面白いな。かあ、でもこんだけのものを置ける場所があるんですね。言うても。あ、これね。ね、全部。ご主人の部屋。え、皆さんの共有的なリビングとかじゃなくて、うん、ご主人の部屋。で、音響のあれ、その、言うや、ね、あれ、後ろ音響の。そう、こういうのも全部、ね。コンポや、なんや、全部。置いてね。はあ。で、東京のマンションは今はどうしたらでいいんですか、ね、売った。打って、うん、でこっちで、まあ、こっちに来ることに関しては躊躇なかった。そう、もう行くと、うん、ついてくるっつってあれついてくるってなってきたんですか。ひも、ひもちゃうわ、ひもちゃう、ひもちゃう、ひもじゃないよ、すいません、なんか、夫婦ですね、夫婦じゃない、
ね、もうそう愛し合ってる夫婦ですね。え、そうかってすりよかったと思う。すみません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 。ついていくっていうかね、ついてこいとかじゃないですね。ついていくんですね。あ、なるほど。いや、いいですね。続きまして、ね。こちら。あら。かわいい、これも。これね、あの、はい、下の子ね。はい。ね、ほら。さんに鼻に鼻でもこう大きくてね、はい、こうなってほらこれトランペットこれ子供用のプラスチックなの。いやもうそんなこれは、うん、これこそ本当にもっと一番ええドイツのなんか50万ぐらいのやつ孵化してあげた方がいいんじゃないですか。本当にそう今の時代今からそうこれでも結構するでしょ。これは閉めてます。プラスチックやから安い。ああもうでも英才教育ですよ。この頃からもうこれ教えてもないのに、はい、勝手に部屋からこれを取って、うん、これをマスピースポンってはめて書いた、教えてないのに教えてないのにできる、うん、天才です。天才怖い。まあ、これ上の方、上のお子さんですか。これ下の子なんです。あ、下の子お子さん、え、下のお子さんもこんな大きいですか。うん、これちょっとまあもっと大きい。今もう3歳やから。あー、そうか、はい、え上のお子さんはおいくつですか。7歳の。ああ、もう小学校行ってはるんですね。うわあ、へえ。で旦那さんがひもひもちゃんって言われた。すみません、すみません、すみません、ひもちゃん、ひもちゃん、ひもちゃんですね。お父さんです。お父さんとしてちゃんとね、うん、ああ、なるほど。へえ、すごい。で、これはでもお父さんもちゃんと教えたりとかしゃんの。じゃ教えないの。あ、もう教えないですか、うん、もうちゃんと普通に。ばっかりよね、あれ。自分ばっかり。もうご自分ばっかりやったら、うん、でもそれはご自分の練習もされるんでしょ。自分、え、練習してる。それどこでやったんですか。その大阪城公園とかのバーで歌うんですか。部屋。あ、これ部屋、防音で。防音してない。え、防音してなくて、もう部屋で吹いてるんですか。緊張迷惑やん。大丈夫なんですか。え、あ、でもそれを、お姉さんはどうなんですか。その今までにまでやったんですか、練習。もうもうね、やってない。もう興味なくなって、うん、トランペットは、うん、じゃあ続きましてのお写真でございます。お子さんもそんな…いや、気持ち悪くないな。これはな…これ、カブトムシ、はい、売ろうとして。いや、違います。これをそうやって大きくして飼っていますよって言ってね、はい、こんな大きいんです。え、幼虫を飼ってはるんですか。カブトムシを飼ってって幼虫。いや、カブトムシを飼ってて幼虫になってね。あ、もう全部ちゃんと交尾とか全部成功して、そで、そのやつがもう幼虫を、うん、むちゃくちゃ本格的に言うたら、そう育ててはるんですね、うん、これすごい大きいでしょ。おっきいおっきい。で、これをまた来年の夏とかに、うん、今またこれが大きくなって今3匹ね、はい、生まれてる。カブトムシが、うん、それ別に売ったりとかしない、ね、家でこうずっと全部あるんですよ。そうそう、このカゴになって、うん、僕昔こんなやつを、大きいやつをあるところで掘ったら出てきたから、うん、あ、みんなここカブトムシがいっぱいあるぞ言って、全然大きくならへんくて、掘ったらかししてたら、うん、ある時パッて見たんですよ、虫かご。これぐらいの手のひらサイズのガーが15匹ぐらい。いやー、もうね、それガーやった。ガーやったんですよ。うわで、僕あの小学校の夏休みの自由研究でみんなのために大きい模造紙にカブトムシはこういう風に育ちますよって出してたんですよ。むちゃくちゃかっこ悪いですか。全員ガー育ててたんですよ。カブトムシテンション上がって。いや、でもちょっとこれはでもすごいわ。ちゃんと孵化させてやったのでしょ。すごい。でもご自分でそのペットとして飼われてた。そう、あとね、あげたりね、宇都宮真紀ちゃんにね、カブトムシあげてね、はい、ハマってね、カブトムシ、うん、これでも結構売れますでしょ。そういうのはないんですか。あんま興味ないですか、売買は。あんまそういうのはね。なるほど。そのうちでもあの管楽器も1個ぐらい売っててもわからないですよ、メルカリとかで。そうあんなんその30万ねえ、うん、すごいな。あ、だから全部何個あるかは把握してないじゃないですか。知らない。怖っ。いや、僕も結構靴とか持ってますけど、いや、ある程度自分で何個あるかを把握してるんであれですけど、いや、あれは高いと思いますわ、管楽器も。でもカブトムシね、うん、カブトムシ栽培されてて、他はクワガタとかそんなの全然、カブトムシ。いや、カブトムシをまだその次、幼虫からまた次孵化させてどうのこうのまで、すごいですわ、うん、これ結構金かかるでしょ。
お金は知れてます。お金はそんなかかんない。あ、ほんまですか。交尾させてどうも。気持ち悪いだけ。いや、好きちゃうんですか。好きちゃう。掃除の時はね、あのね、はい、親戚のおばちゃん呼んでやってもらってる。あれ自分でやってるわけじゃないですか。気持ち悪いって。いや、そりゃそうですよ、これ、うん、うにゃうにゃうにゃ動くわけですし、そうそう、でカブトムシもね、言うてもそう意思疎通できひんし、うん、間違ってジュリとくことないですか。ビートルみたいな食うことない。この間が続きに行きましょう、ね、続きましてのお写真でございます。あ、これ、はい、皆さん泣かないでくださいよ。全く泣かないでください。ほら、初めて息子がね、お手紙書くって言って、はい、パパ好き、はい、ママ大好きって書いたの。うわぁ、もう手紙の文短いや、そんなじゃなくて、初めて息子が言葉をね、こう覚えて、字を覚えて書いたのよ。いや、それはもうパパ好き、うん、でもママの方が大好きだよと、まあ、へぇ、初めてこれ書いたのよ。もう感動でしょ。感動、もうダリ好きってなってるんですよ、ダリ。ダリいい、あ、ダリいいですか、ダリ好きで、ね、へぇ、あ、なもうこれはもうずいぶん前ですか。今さ、これ下の子ですか。これ上の子、ちょっと長男さんが、うん、今小学校2年生、1年生で初めて書いたやつ。パパ好き、ママ大好き。あ、いや素敵。いいでしょ。なんかそのそれ以外のなんかエピソードとかいう、なんか例えばこういろいろこう文あって最後にママ大好きとかそういうことじゃなくて、うん、ただ走り書きのなんか隅っこの方でなんかちょっとだけ。なんなん。忘れてるわ。心がする。普通これで感動すんだよね。さ、感動してるんですよ、うん。感動してます。いや、本当にこれは初めて書いた。初めて書いて。字綺麗です。そうやね。字綺麗。ねえ、うん、初めて書いた字がパパ好きとママ大好き。字むっちゃきて、上のちょっと練習が見られます。ちょっとね、パパ好き。あれはちょっとこう出るかな。あ、出るから可愛いらしい。もうやっぱそのご家族が一番大切だから、もう今スッと帰ってね。うん、でお酒とかも結構飲んではるんですか、ね、先ほど聞いたら、いや飲んでろ言って家帰ってもスッと家で毎晩飲んでます。家で毎晩、はい。わあ、まあ僕は本当にあのお酒で関して言うと、うん、その痩せ寝せの女座長州の時に、うん、打ち上げで、まあ、当時まだ安井マサジがいて、うんうん、安井マサジ、ねえお前ねえお前ってずっと喧嘩売り続けてるっていう、お姉さんをよく見てたんですけど、結構酒癖が悪いっていう人が、そうですね、飲みすぎたら、なんかもうあの時まだ井上師匠もおられて、達人飲めや、達人飲もうや、達人飲もうやって友達みたいにして絡んではりましたけど、ああいうのは普通にファミリーとしてよくやっておられた、はい、昔はね、そういうお子さんとかには別に、ああ、ちょっとパパ好き、ママ大好き、なんかもうちょっとかきやとか、そんなことない。家ではご主人はお酒は飲まれるんですか。飲むんです。ああ、じゃあ楽しいですね、うん、そういう。お料理とかはもうどうしてされてるんですか。子供のは作るんです。あ、お子さんのはお姉さんが全部作って、うん、大変やないですか。そうよ。そうです、今日なんてまだ朝ね、うん、祇園とかなってきても朝とかそういうのあるじゃないですか。そう、まあ、朝からね、お味噌汁ね、作ってね、うん、ええー、お料理はもうお手の物。いや、もう同じものばっかり。同じものばっかり。お肉ばっかりです。基本で焼いて作って。うん、でも、それ、もともとずっと やっておられたんですか。やってない。結婚されるまでやっておられた。全くやらない。え、結婚してから。そう。全部自分でずっとやっておられて。旦那さんの分も。はい。わー。これ、旦那さんは旦那さんで、まあ、ご自分でお料理作られたことはされるんですか。最近はね、やるようになって。ああ、もう自分でちょっと認識あるんですよ、うん、ちょっとちゃんとせなあかん、この紐は。いや、紐じゃないの。卒業せなあかん。大変やなと思ってね。そう、花子姉さん大変やなと。ああ、それもちょっとでもね、その足かせなってあかんなという気持ち。ああ、なるほど、でも幸せな家庭でございましてね、うん、今後ね、またそのもっと字が書けるような時、どんなね、はい、ね、そのうちママ大嫌いとか書かれる。この前、ママ鬼ババって書かれてあれもう鬼ババって書かれてるんですか。ここに感動してたのに、もう大好きやった人がもう鬼ババって思ってるの。何をしゃあったんですか。むっちゃ怒らったんですか。いや、怒ってないけど、クククククって笑うから、何やろうと思ったら、鬼ババ
いやだからもうちょっと分かってす、もうお笑い分かってきてるんですよ。はあ、ほなお姉さんがテレビ出てるのとか見て、わママママとかっていうのはあるんですよ。ええ、もうバカもんやバカもんやとかでいじってくることはそこまでないです。一回ね、新喜劇、はい、生でね、はい、見たことがあって、はい、めっちゃ笑ってたのよ、はい、わーって言って、はあはあ、で家帰ってちょっといたずらしたから怒ったら、はい、泣き出してね、はい、僕も辛いんだよママのギャグで無理して笑ってって正しい。むちゃくちゃ喜んでると思ったらママが言うてることで僕は無理して笑ってた。子供心にいろいろ傷ついてるんですね。なるほど。いやいや幸せな家庭でね、あのいろいろあの勉強させていただけないかと思いますが、もうちょっとお時間でございますので、はい、ちょっと今日はこれぐらいに、させていただきたいと思いますけども、なんか告知とかお姉さんありますか？なんかないですか？はい、じゃあ私の方から告知を、はい、すいませんが、9月の7日の土曜日夜7時からですね、はい、ABC ホールにて、インプロマニア10というね、お客様からお題をいただいて即興でコントをするというイベントの第10回目がございますので、チケット発売中でございます。もしよければ、来てください。よろしくお願いいたします。はい、ちょっとなんか最後お姉さん言い残したこととかありますか？なんか特にないですか？まだじゃあ今後とも、はい、またあの お時間あるときにまたぜひ遊びに行ってください。はい、はい、じゃあ本日は以上でございます。どうもありがとうございました。